はい、今回ののの動画はチャンネルの視聴者の方からいただいた質問なんですけどもえお疲れ様ですシークリーナーのアップデートのやり方を教えていただけないでしょうかということで、まあ、確かにです、ね、このシークリーナーのアップデートですね画面がちょっと少し分かりづらいというところとあと有料版を、ね、購入させようとするので、ねまあ、ちょっとそこが怖いというふうに感じている方もいると思いますので、ねまあ、今回はです、ね、動画でその、ね、更新の仕方の手順を解説をしたいと思います。 それではね、シークリーナーの方を開いてですね、この更新、新しいバージョンが出たときはですね、この右下のところに、このお使いのシークリーナーは最新バージョンではありませんと、更新可能というボタンが出ますんで、まあ、基本的にはこれが出たら更新をするようにしてください。で左側にですね、もう一つ更新というボタンがあるんですけども、これはですね、有料版へのアップデートのね、そもそものボタンになりますんで、ここからはですね、その最新バージョンへの更新ができないと思いますんで、この基本はですね、この下右下にですね、この更新可能というボタンが出たらですね、ここの 更新可能というところをクリックをして更新のサイトに飛びます。 はい、そうすると、ですね、この Windows 10をお使いの方は、ですね、こちらのサイト、更新のサイトの方に、Microsoft Edge を使って繋ごうとするんですけれども、まあ、以前、ですね、更新した時はですね、この Microsoft Edge でも繋がった時もね、あったんですけども、まあ、今回、ですね、ちょっとこれやろうとすると、うまくですね、このサイトの方に Microsoft Edge だと繋がらないようです。で、まあ、こちらの動画を見ている方で、ですね、まあ、もし同じような、ね、現象が起こるようであれば、こちらのね、URL のところですね、これをコピーして、他のブラウザですねあの、Google Chrome とか、あと Firefox とか他のブラウザでつなぐとこの更新のサイトにちゃんと飛ぶことができますので、ねまあ、もしマイクロソフト e エッジでつながらないよといったね、まあ、こういった今、このね動画でお見せしているような現象が起こるようであれば他のブラウザで立ち上げてもらえればと思います。 はい、今回はですね、そしたらこの Google Chrome の方でね、このサイトの方を立ち上げました。で、これがね、更新のサイトになります。で、この一番上のですね、ここですね、アップグレードナウというボタン、これをね、こうクリックしたくなるんですけど、これはね、オンリー2500って書いてありますけれども、有料版のね,ね、購入ボタンになりますんで、画面をね、一番下まで下がってもらって、このシークリーナーをね、このまま無料で使いたいよという方はですね、必ずここのノーサンクスというところ、こちらのボタンをクリックしてください。 はい、そうしたらこちらのサイトに飛びますんで、このフリーのところですね、こっちではなくて、プロフェッショナルとかこっちではなくて、フリーのところの一番下ですね、このダウンロード .com というボタンですね、こちらをクリックします。はい、そうしたらこちらのサイトに飛びますんで、ここのダウンロードナウというボタンですね、こちらをクリックします。 はい、ダウンロードの方が完了するとねデスクトップ上にね、この,まああの C クリーナーのですね、このセットアップファイルがダウンロードされますんで、このような新規のインストールになるんですけども、基本的にはですね、このまま普通に新規のインストールをしてもらうことによって新しいバージョンに切り替わります。古いバージョンのほうね、削除するとかっていう姿勢も全くなくて、ですね、普通に新しいバージョンをインストールし直すことによってです古いバージョンの上にですね、上書きがされますんで、普通にインストールをね、手順を踏んでいってもらえればと思います。で、一応ね、インストールするときに先ほどねこの開いてたこういうねクロームとか もしくは Microsoft Edge なんかのこういうブラウザは閉じてやってもらった方がまあ念のためですけどね、やっといてもらった方があのいいと思いますで、このね AC クリーナーのこのアップデートですね、ちょっとね、分かりづらいところがありますんで、ちょっと不安だなという方はですね、今回の動画をちょっと見ながらですね、作業してもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。